はい、お前「キングオブコントの思い出」まあ一昨年決勝に行かせていただいてまあ惜しくも6位だったんですけどあ八8位ですあ八8位ですか危ない危ないびっくりしたもういいんじゃない6位でうん 5位だったんですけど優勝したのが空気階段さんで僕らの1年先輩でもう本当にずっと一緒にライブとか2組でやったりしててなんやろうなもうお客さんがまあ全然78人とかで、うん、その中で新宿のちっちゃい小屋で2組でライブとかしてて、うん、で空気さんがキングオブコント決勝行くようになってうわっ さすがやなって思ってたんですけどやっと僕らも決勝行ってあちょっと追いつけたかなって、うん、空気階段さんにって思ったら今度は優勝してなんか背中しか見てねえなっていうまあその嬉しかったんですけどめちゃくちゃ悔しくて、うん、なんだろうなだから絶対また優勝して肩並べたいですね空気階段さんと。 うんなお前やり直すか登場から間違えてるって多分そのどういうこと突っ込んでたしそのなんかボケでいくんかなってなんかっこつけてるみたいなボケでいくんかなって思ったら。 勝ちいだよってちゃんと突っ込んで。いやお前が6位とか言うからだろう。<laughs> <お前 S 1> 俺はもう格好つくだ。もう超格好いいニート東京の感じ。キリッとさせてた。ニート東京の感じニート東京の感じでやってたんだよ俺は。<laughs> <ち>そうだよもう <laughs>。どうすんのこれ。もう格好よくピシッと決めてたのにんの。あるのなんかそのプランあったの。いや<え>いやだからもうタケが一言言った後に <うん S 2> まあやるだけだ。 みたいな感じのことで言おうと思ってたんだけど、なんとか6位とか言ったから、でなんか最初そのままスーッて行こうかなと思ってる。ただ緊張してんのかなって。緊張してるね。緊張緊張するわけねえだろお前。そんな。ファイナリストだぞ元。思い出ね前回の前回まあだから2021のね。21。まあ前回去年は。 準決勝で負けちゃってそうだほんと悔しかったよなんかいけるって思ってたからんかちょっといろいろ自分たちの中でも作戦立ててさ決勝は行くから優勝するにはこのネタとこのネタだなみたいなそしたら全然決勝するわけで自分たちで振り作ってた振り作っててね悔しかったですけどそのなんか番組でさ イ川がなんかドッキリ仕掛けられるみたいなのでさ、うん、で俺らの紹介文みたいなさあーそうです、ね、自分のプロフィールみたいな、ねうん、なんかキングオブコント2022準々決勝進出のコンビみたいな紹介のされ方しててさ、うんうん それめっちゃ腹立ってめっちゃ腹た俺は決勝行ってるしその前の年は決勝行ってるしその年は準決勝だしなんでそんななんでそんな切り抜き方したんだろうっていうなんか準々決勝も進出してますけどそういう細かいことがねちょっと気になってくるんでやっぱ優勝しないとさ人々の記憶には残んないじゃん別決勝行こうが準決勝行こうがさ関係ないじゃん優勝しないと だから「だから準々決勝」とか言われちゃうじゃん、うん、これも優勝するしかない,いやだからこれ優勝して、うん、で「準々決勝進出」って書かれたら、うん、本当に怒れるじゃん <laughs> うんうんうん狙いでんくわ。うんそう,やなうんうん正直言ってもうん、やるだけだ